今日は9月の14日、今は2時半過ぎ。ちょうどね、仕事が一区切りしたんで、まあこのまま家に帰ろうかなと、世田谷の方までね、思ってます。今はね、ちょっと八王子、西八王子のあたりで、このままどうしようかな、ちょっとドライブしてから帰ろうかな。で、SBI 損保とね、揉めてた件があるんだけど、以前も動画であげたんだけど、自動車保険の件で SBI 損保と揉めてて、それが、まあ、無事かどうかわかんないんだけど、解決したんで、ちょっとその話をね、してみたいと思います。泣き寝入りはしちゃいけないっていうのがね、今回分かったんで。で、これなんで揉めてたかっていうと、ちょっと長いんで、ちょっと簡単に話をすると、今乗ってるこの車、CX-8 の新型、これが2月に納車されて、でその2月で納車された時に SBI 損保のウェブ上で、まあ、車の入れ替えっていうのをやって、保険を更新しました。で、前乗ってたのは CX-8 の2017年モデル、初期型ね、2017年初期型、 CX-8 の初期型で、 CX-8 の初期型も今回の新型もローンで買ってます。で、買ってるのは会社、社用車だから会社が買ってて、でローンで買ってるんで、まあ、ローン完済するまでは所有者はディーラーになってる。それはまあ旧型も新型も全く同じだから、 SBI 損保のウェブ上でも車の年式をこう変えるくらいで切り替えは終わってて、でもうずっと無事故なんで、保険の方も使ってなくて、どん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 等級が上がってて、で2月の段階では13等級だったのかな、駐車監視エリアです。で切り替えの段階で13等級だったんで、月の保険料はだいたい5000円くらい、年間6万くらいかな。で、そういう契約で、まあ8月までやってて、で、この間、先月か、駐車場に車ぶつけられて、車傷ついちゃって、で、保険を使うかもしれない。で、もし使わなくても弁護士特約つけてるから、もしかしたらその弁護士特約で相手と交渉するかもしれないと思って、その SBI 損保のウェブ画面にログインして保険の契約をちょっと確認してたのね。まあ、実際には、まあ、今回の事故は10対0だったんで弁護士特約すら使えなかったんだけど、まあ、使う必要もなかったんだけどね、全部やってくれたから向こうが。で、その SBI 損保のウェブ画面上で確認をしてみたら、なんかね、車検証上の所有者っていうところが、本来ならディーラーになってなきゃいけないのに俺の名前になってた。で、これはおかしいぞと。で、今手元にある新型の車検証を見ても
車検証はディーラーになってるのね。で、これの前、旧型の CX-8 の方も車検証上の所有者はディーラーになってて、で、ローン完済する前に、この車に乗り換えてるから、車検証上の所有者っていうのは個人になってるわけがないんだよね。で、そう、前の旧型の CX-8 はローンで買ってて、じゃあ残価設定で買ったんだ。前の CX-8 はね、まあローンと同じようなもんだけど、残価設定で買って、で、5年経過して、残債がね、確かね、130万ぐらい残ってたのかな。で、だけどこれがね、運が良かったんだけど、かなり運が良かったんだけど、その半導体不足で車、中古車が値上がりしてたでしょ？で、そういうのもあって、前の旧型は、もう忘れちゃったな、7万キロくらい乗ってたのかな？ 7 万だか6万だか、5年間で乗ってて、乗ってたんだけど、ディーラーが買い取ってくれる額が、残債の130万をはるかに超えて、220万くらいだったのかな？ 220、30万になって、マジかよ、みたいなね。すごい。だから、残債をはるかに超えて、プラス100万くらいか。で、買い取ってくれて。まあ、そういうのがあって、だから結局、あの車買い替えるまでずっと、所有者、車検証上の所有者はディーラーだったの。だからそのウェブ上で確認した時に、なんでこれ個人になってんのかなっていうのが、まあ揉め事の始まり。で、結局それなんで個人になってたかっていうと、その、旧型の CX-8 を買って SBI 損保で保険の契約をするときに、まあ、何度も何度もその SBI 損保のサポートセンターに電話をして確認してたんだけど、その時に SBI 損保が言うにはね、お客様から確かに車検証上の所有者はディーラーですってこう申告はあったと。で、申告はあったんだけれども、 SBI 損保はお客様から車検証上の所有者がディーラーだって言われた時には必ず処分権の話を聞くんだって、客にね。だからその車を処分する判断をするのは誰になりますかって聞くんだって。僕もなんかね、そんなこと聞かれた覚えが確かにあるんだけど、で、処分する権利は誰にありますかって聞いて、で、その時に処分する判断をするのはローン会社ですとかディーラーですって答えれば、その所有者のところはローン会社だったりディーラーっていう風にして契約を進めるんだって。だけどその時にお客様は自分だと答えられたので、個人にしました、その個人、あなたの名前で契約書を作りましたっていうので、これね、そんな保険に詳しくない人わかんないじゃん。だってローンで車を買ってて、その車を売るときにローン会社にね、確認なんてしないでしょ。ディーラーで全部やってくれるからさ、ローン会社の連絡とか。だから車を売るときに、売るっていう判断を誰がしますかって
いう話になったら、車を売るって決めるのはまあ自分だから、ね、自分が売るって判断しなきゃそもそも乗り換えないわけじゃん。だからそういう意味で自分ですって答えたんだけど、 SBI 損保のサポートセンターが言うには、そのローンで買ってる車を売る場合にはローン会社に確認を取りますよね、ローン会社が OK を出さないと車売れませんよね。だから処分権の話、車を売る時に車を売るって判断するのはどなたですかって言われた、聞かれたら、ローンを組んでるならばローン会社だって答えるのが普通だっていうわけ。いやそんなのね、おかしいでしょっていう話をして、わざわざね、車をね売るときにね、ローン会社に車売っていいですかなんて聞かないですよね。この先一般道事故多発地点です。全部ね、あの車を売るってなったら、例えば中古車販売店とか、あとはその何ディーラーとかがね全部やってくれますよねと。いちいちね、ローン会社に車を売っていいですかなんて確認取りませんよって言ったんだけど、いやそう言われても会社の決まりとして処分権の話を聞いて、その答えに応じて契約書を作るのが SBI 損保の決まりなんですって言われて、でまあそれが揉め事の発端。でこれがなんで揉め事の発端かっていうと、だからこの新しい新型の CX-8 は2月に納車されたんだけど、その2月に納車された時の保険の切り替えは無効、車検証上の所有者がディーラーになってるから。でなんで無効かっていうと、その旧型 CX-8 の契約は車検証上の所有者が個人になってるから。車検証上の所有者が個人からそのディーラーになる場合には、その保険の切り替えはできないんだって。でね、これさ、おかしくてね、そもそもの話が、その旧型の CX-8 も新型の CX-8 も車検証上の所有者はディーラーなわけで、それはね、俺はちゃんとサポートセンターに行ってるんだけど、 SBI 損保はその処分権云々っていうのをお客様に聞いて、お客様がね自分だって答えられたから、車検証上の所有者がディーラーってお客様から申告があったとしても、その処分権についての回答に応じて、勝手にね契約内容を変えちゃうんだって。でそれが会社の決まりなんだっていうわけで、まあ今回の場合、この新型の CX-8 は、まあ、車検証上の所有者はディーラーであるから、その旧型の CX-8 から新型の CX-8 に保険の切り替えはできません。じゃあどうなるんですかっていう話をしたら、保険の切り替えができてれば13等級なんで月額5000円で契約ができるんだけど、まあ、契約が継続できるんだけれども、今回はそもそもその保険の切り替えはできないので、この新型の CX-8 が納車された段階で今までの契約はそこで終わり
保険の切り替えはできない。今年の2月から新たに6等級から契約を開始する。今までと同条件で6等級から開始すると月額だいたい1万2、3000円くらい、1万3000円弱くらいになります。で、今までは13等級で月額5000円いただいてたんだけれども、それだとだいたい7000円くらい足りないで、足りない分は払っていただかないといけない。で、それが8月まであるからだいたい6万円6万弱くらいを8月末までに払ってくださいって言われたのね。一括で払え、ローンはできない。で、そんなのね、いきなり言われたって払えないですよって言ったら、じゃあ9月末までに払ってください。で、当然カード払いもできない、分割払いもできない、銀行振込で現金で一括で払ってください。で、これを払っていただかないと解約もできない。で、解約できないので他の保険会社に移ることもできない。保険は二重登録ができないので、とにかくこの足りない分を払っていただかないことには何もできないっていうわけ。でも、そのサポートセンターの人ともう 1,2 時間話すんだけど、もう帰ってくる回答はもう全く同じ。6万払え、約6万払え、約6万払え、6万払わなきゃ他の保険会社に移ることもできない、保険を解約することもできない。で、その何、6年前の契約についても、もう会社の決まりだから変えることはできない、会社の決まりなんです、会社の決まりなんですって、もうそれだけ、同じ回答を繰り返すだけで、拉致が開かない。でも本当時間の無駄なんで、一回電話切ってで、悩んでたら会社の上司からその損保 ADR っていうのを教えてもらって、で、この損保 ADR っていうのは、その保険関連全般でなんか揉め事が起こった時に相談に乗ってくれる、無料で相談に乗ってくれるっていう国の機関みたいなところで、で、そこに相談してみたらいいんじゃないって言われて、で、すぐその損保 ADR に相談して、まあ、これこれこういう理由でね、今SBI 損保と揉めてるんですと。で、そしたら損保 ADR の担当の人も、もうちょっとこれおかしいですね、だからこれそのサポートセンターの、サポートセンターの担当の人の個人的な見解なのか、もしくはこれ会社としてのね、本当に会社全体としての決まりなのかどうか、ちょっとそこをね聞いてみましょうと。なんかちょっと言ってることがおかしいから、もしかしたらそのサポートセンターのその回答してくれた人が個人的な見解とかでね言ってるだけかもしれないから、これが本当に会社としての決まりなのかどうか質問状を送ってみましょうっていうことになって、で、損保エリアの人が質問状を送ってくれて、翌日にすぐ回答があったんだけど、電話でね。もう回答は全く同じ。やっぱり、それは、会社と損保、SBI 損保としての会社としての決まりなんだって。だから、車検証上の、所有者がリーダーだって言われたら、所有処分権の話をして、で、その処分権が誰にあるかっていうのを聞いた上で保険の契約を決めるんだって。
その所有者をね決めるんだって。だからもう会社としてのもう決まりだ、間違いない、そのサポートセンターの回答に間違いはないって言われて、わかりました、そういうことならじゃあもう一回損保 ADR に相談しますって言って、でもう一回また損保 ADR に相談して、あの会社の SBI 損保はそういう会社の決まりだって回答だったんですけどって言われて、言われたんですよって言ったら、まあうーんっていう話になって、もうおかしな話ですねみたいな感じで、で損保 ADR の人とこう相談しながら、じゃあちょっとね趣旨を変えて、質問のね趣旨を変えて、 SBI 損保がそう言うなら、じゃあね SBI 損保は車を売却する場合にどういう状態、どういう状況なら車を売却できると考えているのか質問してみましょう。まあ、要するに SBI 損保はローンで車を買った場合に、ローンで買った車をどういう状態になれば売れるのか、SBI 損保のその考えを聞いてみようと。ですぐその損保 ADR が SBI 損保に質問状を送ってくれて、でまたすぐ翌日に回答があって、でその SBI 損保の回答は、ローンで車を買った場合にはローンを完済した場合、ローンを完済した場合に車を売却できると SBI 損保では考えているって言われたのね。でそれを聞いて、親ってなるでしょ。だからその SBI 損保がね、ローンで車を買った場合にはローンを完済しなければ車を売却できないと考えているって答えた時に、そこでね、だとしたらローンを完済しなければ車を売却できないって考えているのだとしたら、6年前にね私は新車の入れ替えで SBI 損保に保険を切り替えたいと相談していて、なおかつ車検証上にはディーラーって書いてある、ディーラーって書いてあることは、車検証上の所有者がねディーラーって書いてあるってことは、ローンか残価設定で買ってることはほぼ間違いないっていうことは、新車で車を購入して SBI 損保に保険の切り替えをしたいって相談してるのに、どうしてねそこで所有者をね個人に切り替えちゃうんですか。だって新車で買ってるんだ、新車でローンで買ってるんだからローン完済してるわけがないですよね。でも SBI 損保はローンで買った車はローンを完済してなければ売れないってもう答えてるわけ。だからちょっとおかしくないですかと言ってることがね。おかしいですよねってその答えてくれたそのサポートセンターの人に。そしたら確かにおかしいですって言うわけ。でおかしいのにどうしてこれ個人名に書き換えちゃってるんですかって言ったら、いやこれは非常に稀なことだと思いますとか言うわけ。もうわけわかんなくてさ、
なんでそのね、非常に稀なことをやっちゃうんですかって聞いたら、それは会社の決まりだからですみたいなことを繰り返して言うわけでさ、もうわけわかんなくてさ、もうでもそのサポートセンターの人も非常に稀なことです、おかしいと思います、でもそれは会社の決まりです、これの一点張りね。でさ、もう本当に拉致が開かないから、またね、もうそこに電話切って、もういいですって言って、また損保 ADR に相談するんでって言って、そしたらなんか、はい、向こうはご自由にみたいな感じでまた電話切って、で損保 ADR にねまた電話してこんなこと言われたんですよ、なんかわけわからないことって言ったら、そしたらもう損保 ADR の人もなんか呆れてて、なんかもうわけわからないですねと。でも、まあ、もうそこまで言うんだったら、もうなんか明らかにね、もう SBI 損保言ってることが矛盾してて整合性取れないしおかしいんで、これはね、もちろんその損保 ADR がもう一回ね質問状を送ることもできるんだけれども、うちが送っても多分向こうは同じ回答をしてくるだけだから、今回の件はね、金融庁に相談した方がいいかもしれないと。で、なんかもう何 SBI 損保の言ってることはもう本当おかしいから、これ金融庁にね相談すれば、これはおそらくね金融庁の方で指導してくれるんじゃないかと。だから金融庁に相談するときに、まあ損保 ADR の担当から金融庁に相談した方がいいって言われたっていうのを付け加えていただいて、ちょっと金融庁の方にね相談してみてくださいって言われて、で、分かりました、ちょっと金融庁に相談してみますって言って、で、すぐ金融庁に相談して、で、金融庁の方は損保 ADR みたいにね、なんかこう、なんていうかな、どっちが悪いみたいなことは言わない、まあなんか両方の見方みたいな感じで、相談は聞くけれども、その何、相談を聞いた内容について、例えばあの SBI 損保がおかしいですねとか、お客様がおかしいですねみたいなことは一切言わなくて、相談した内容は確かに受けたまわった、でこの件についてはその対応する部署に申し伝えて、で SBI 損保の方になんか話はしますと。ただ話はするんだけれども、その SBI 損保が必ずお客様に対して、お客様にその回答をくれるかどうかは保証はできません。損保 ADR は質問状を送ってくれて必ずね返事が来るんだけど、金融庁の場合はそれは保証しません。だからその SBI 損保の方が金融庁からなんか来たとしても、そのお客様にも回答をするかどうかは分かりません。ただ2週間くらいは待ってくださいって言われて、何らかの回答が2週間以内にあるかもしれないみたいな感じだったかな、ないかもしれない、ただ一応そういうふうにその関連部署には今回の件は申し伝えますって言われて、なんかねその金融庁の電話受けてくれた人の感じからすると、なんかダメっぽいな、なんか多分ダメなんだろうなっていう感じだったの。だからもう半ば諦め気味で2週間くらい経過して、で先週、忘れてないんだよね、もうこのままあとね1週間くらい何も落とさたなかったらもうしょうがないから、こう何マスコミとかにこんなことがあったんだってこうなんかメールで送って、なんか取り上げてもらえないかなとか思ってたんだけど、そんなことを考えてたら先週
SBI 損保から電話かかってきて、で金融庁からね、なんか連絡があった件で、なんかいろいろ社内で検討した結果、今後どういうふうに進めていくか方針が決まったので、あのお客様にお伝えしたいって言うから、わかりました、じゃあそれ教えてくださいって言ったら、なんとなんとですよ、まずその6年前の契約についてはこちらの確認ミスだった、その SBI 損保の確認ミスでしたってこう認めるわけ。前回と全く違う感じね。前回はもう頑なにそんなこと認めなかったのに、もう何 SBI 損保の方で、まあ、確認不足でしたと。で今後の方針としては、方針というか今後の進め方としては、その6年前の段階で本来は契約ができなかった、その6年前にこの旧型の CX 制度に乗り換えた時に、その前の車 CX8 の前何乗ってたんだっけな、クラウンかな、クラウンアスリートかな、多分クラウンアスリートに乗ってて、でそのクラウンアスリートの保険は損保ジャパンだったんだけど、その損保ジャパンを辞めて SBI 損保に切り替えるときに、損保ジャパンで中断証明書っていうのを出してもらって、でその証明書を持って SBI 損保に行って、 SBI 損保はその損保ジャパンから等級を引き継いで契約をしてくれたんだけど、それがそもそもの間違いだったと。本来はそれは受けれなかったんだって。だけど受けちゃったんだって。でそこがそもそもの間違い で、それは SBI 損保の確認ミスでした、で申し訳ありませんと。なので6年前に遡って、6年前から新規で契約をしたことにさせていただきたい。で6年前から6等級で始まって、で今年の2月まで無事故なんで、その2月の段階で11等級になります。で11等級に今年の2月になって、で今年の2月からこの新型の CX8 の契約は11等級から始めさせていただきたい。でこの揉め事が起こる前までは13等級で月額約5000円、で11等級になると5700円で、700円ぐらいの差額が発生して、でもう6ヶ月くらいだから、その分の差額はお支払いいただきたい。あとそれと、あとなんか細かい変更の手数料かな、なんかよくわかんないけど、まあそういうのがもろもろあって、で1万弱くらいかなはお支払いいただきたい。ただそれをお支払っていただければ、あの今後は継続して11等級で、まあ、月額約5700円くらいでこのままずっと契約を続けていただけますと。だから前回金融庁に相談する前までは今年の2月から6等級に戻されて、月額約1万3000円くらい払うことになって、なおかつ6万円払いって言われたんだけど、
金融庁が介入してからは11等級になるから月額5,700円プラス払わなきゃいけないのは1万円弱でもだいぶ変わって、まあ、本来だったらね、なんでそんな追加料金払わなきゃいけないんだっていう話なんだけど、まあでももうこれ以上揉めてもね、なんか時間かかりそうなんで、まあもうこれでいいかと思って、11等級で今後は継続して、なおかつまあ追加の1万円を払う、今月中かなに払うっていうので、まあ了承して、まあ、無事解決、まあ、無事じゃないけどね、まあ解決しました。うん、っていう感じでね、まあ解決までに1ヶ月くらいかなかかったんですけどね。まあなので、もし自動車保険でなんか揉め事が起きた時には、まず損保 ADR っていうところに相談をして見るといいんじゃないかなと思います。ね、口コミ見てるとね、損保 ADR に相談してもなんか全然ダメだよみたいなのもあったんだけど、今回はねそんなことなくて、損保 ADR の人もだいぶ、うん、親身になって相談乗ってくれてね、金融庁も入って、うん、だいぶ改善されましたね。はい、っていう話でした。もう3時です。ではちょっと買い物して帰ります。では今日はこれで。